はい。では、始めます。えー、今日は12月24日、デザインリーシンキングの7回目、ヒューマンセンタードデザインを始めます。聞こえてますよね。で、えーと、これは7回目で、えー、15回のうち7回目で、えー、なんかおかしいな。数がおかしい。あれ <laughs> 7回目ですよね。何か間違えてるなんかおかしいわ<ー>なんか一回足んなくないですかあここが足りてないだけか なんかちょっとおかしいまあ <laughs> いやえっ、ー、とすいませんえっ、ー、と7回目で HCD のここが3回が HCD 関係なんですけどまあそれの最初ということで、えー、ヒューマンセンターとデザインの <laughs> まあ基,礎基礎的な部分に関してお話し,しますで年が明けたらその次のエクステンデッド HCD ということでもう少し発展的な内容でその2つの内容を合わせて えー、その次の1月7日にディスカッションの会がありますで。このディスカッションの会に向けてこの2回の分の内容を踏まえて自分の考える HCD とはみたいなところを、えー、皆さんで討論してもらうということにを考えています。なので、まあ、この辺を聞かないとちょっとこの討論が難しくなるかなという気はします。はい、で えっと始める前に前回前回までにこのプレゼントまででやってもらったえこのスライドがあると思うんですがえ皆さんが書いてくださった1人2案ずつ出してもらったやつのうちどちらがインサイドアウトつまり自分のためにデザインしてどちらがアウトサイドインつまり相手のためにデザインしたかというのをえ示してほしいんですね。そのデータを使ってあの年明けに どういうふうになりましたというのをお見せしたいので、まずこの、えー、これを皆さんに共有しますので、共有。これですね、これにアクセスして、いつもの通り、で、この、これがエグザンプルです。でこれをコピーして、 まあ例えばこれがインサイドアウトであったらそっちのインサイドアウトの方にこれを貼り付けるこれだけです23分で終わるかと思いますのでやってください全員いないんですよねこれ何か。 これをコピーしてまあ言ってみればこれが種明かしになってその後インサイドアウトとアウトサイドインどっちが優れているのかというのをまあデータとして扱えればなと思ってますやり方わかります <laughs> そうです、こんな感じ、まさにそうです、そうです。片っぽにしか貼らないはずです。<laughs> 大体、うん、いい終わりましたかね、はい。では。 戻っていいですかね。戻ります。で、次に、あのちょっと重くて、重くて開けません。あの、あ,あで大丈夫です。あの、来年までにやっていただければ大丈夫です。すみません。やっぱり重くなってきたなちょっと考えた方がいいですね。次回以降はなんか、プレゼンテーションのスライドの。 ファイルを分けるかなんか、した方が良さそうですね。ちょっとメモっと。うん。うん。ファイルを。新年。新しく。忘れてないといいですけど。で、あのー。最近の四日の、十二月四日の。 ニュースで、相田誠先生が、えー、京都造形芸術大でやっていた授業でセカラに当たると言って、えー、訴えられた事件がありまして、であの成績評価を受けるには出席が欠かせないために作品を見るよう強要されたセカラであると、で退出可能なことを事前に告知す,べるするべきだったと裁判所は言ってまして、なのでちょっと今回以降、今回と次回に関しては、少しだけあの、まあ、刺激の強い話を。 ちょろちらほすするつもりで,すで大げさだなと自分でも思うんですが、まあ、もしかすると人によってはちょっとこれは厳しいというものがあるかもしれないのでその場合はいつでもご退席いただいて構いません例えば、えっと、依存症とか自傷とか、えー、ポリコレとか地震銃、えー、暴力奴隷子供が死んだり子供が溶けたり犬が死んだり、えー 車車のの自動車事故話であの実はこのこ子供が死ぬかとか犬が死ぬとかいうのはなんかこの Does ド Dog Die という、えー、ウェブサービスがありましてこれにアクセスするとそのある映画を検索するとそのけ映画の中で犬が死ぬかっていうのがイエスノーでなんか投票できるんですね。 例えばこの We Need to Talk About Kevin という2011年の映画では犬が死ぬのでみんなこのイエスの方にボーッとしていると。で、これを見る前にネタバレ的にこの大丈夫かなって言ってみるとその自分にとってショッキングなこと例えば馬が死ぬかどうかとかそういうショッキングなことに関してまあざっと見られるという面白いサイトがあります。これは雑談ですね。で、えっと、あもう一つ言わないといけない。これでえー フレットシートにですね、皆さんの、えー、平均点的なものを出していますので、このサマリーを見ていただきたいんですが、これも開けないとまずいんですけど、まあ、スライドよりは軽いかな。でえっと、皆さんが どれくらいの人に指、の皆さんのアイディアですね。皆さんではない。皆さんのアイディアがどれくらい支持されているかということに関しては、この平均値のあたりを見ると分かりますね例えば、えー、この方のテクノロジー上の平均値はこれ0.75なので、まあ、75%の人がはいと答えたみたいな感じの読み方ができます。69。えー、これだと、あこれちょっと色がおかしい。まあ、31%の人みたいな感じですね。 でえっと、さらに自己評価の部分がここにあるので自己評価とこう見比べると自分がどれくらい自信過剰もしくは自信がなさすぎたのかに関して分かるようになっています。ついてこれてるでこ,この3つが、えー、自信過剰か自信なさすぎかが分かるようになってまして、えー、と水色は自信なさすぎです。で、えっと、ピンクは自信過剰ですね。自分が思ってたよりも、えー パフォーマンスが良かった場合は水色になるしパフォーマンスが悪かった場合はピンクになります。で、えっとまあ、どちらにせよもちろんあの全体のことが読めるわけではないのでどっちにしろ外れるんですけど、まあ、自分がどういう傾向があるかというのはなんとなくわかるんじゃないかと思いますねで。例えばこの一番面白いのはやっぱりこの T と B テクノロジーとビジネスに関しては比較的みんな自信がなさすぎでこの C に関しては比較的みんな自信があると。 あのー、本,来の本来の割合より高かったということですね。なので、まあ、これはなぜかというと、ここの方に行くと分かるんですが、そもそも、えっと、コンシューマー、つまり、えー、欲しいかどうかに関しては平均点が低いんですね。で、テクノロジーとかは平均点が極めて高いので、1とかがかなり多いんですね。なんか、だいぶいろんな傾向があるということが、これによってなんとなく分かる。で、この自信を見ると、やっぱりこう。 この終盤つまり欲しいかどうかに関してはちょっと自信過剰に触れているかなというところですね。はいそんなもんです。でえっとこれをなぜ今言ったかというとえー、っとまあ3つあもう1つもう1つこのレクチャラーズコメントも書いたんで私からざっと皆さんのアイディアにコメントしています。あの 間に受けないいでくださいめちゃめちゃ適当にやってるので、え真、ー、に受けないでください。で、ほとんどのものはかなり低めにつけてますけど、まあ、これは本当に私の個人的な感想にすぎないので、あの、こいつ全然分かってねえなみたいな感じに思っていただければ、もうそれで全然十分です。で、まあ、その、全部に関して、t、b、c、すべての観点に関して、たくさん、ものすごく p 点数を取ったものっていうのは基本的にないと。 でどれにしろやっぱりどれかがまあ欠けちゃう欠けちゃいますよねという話がしたかったんですねそろそろ戻りますでえっ、ー、とこれはこうベン,ベンダイアグラムベン図にした場合にこの tbc 全てを満たしたものではなくむしろちょっと満たしてないものはあるよねという話をしてますなのでイノベーションそのものはもう t だけでも b だけでも c だけでもまあギリギリ成り立つんですけど全部を満たしているものってそんなにたくさんないで全部を満たすとまあヒューマンセンタードであると言えるかなというところですねそれが今回のヒューマンセンタードデザインにつながるんですがこの真ん中の真ん中の三角形こそがヒューマンセンタードであるがその周りのやつはちょっとヒューマンセンター度にかける <laughs> という感じですねで例えばテクノロジーはあるがビジネスも、えー、コンシューマー的な強みもなかったものとしてコンコルドとか挙げられますあれはテクノロジー的には実現できたけれどもそれがビジネス的にはうまくいかなかったし実際そんなに求められてなかったからこそ、えーまあ、失敗したんだろうなというところです。まあ、でここでコンコルド求められてなかったというといやそんなことないでしょってなると思うんですよ。全然欲しいよってなる 人もいると思うんですがこれは人によるってことですで、えっと、人によって TBC 全てを満たしている場合もあるしある,ある製品を見て人によってはそうではない場合がで例えば私はここに VR ここに置きましたけど VR まあなんか未来を感じるので私は C にしてますが人によっては全然欲しくないのでこっちになるかもしれない。ドローンも私は別に欲しくないのでこっちにしてますけど、えー、人によっては欲しいからここになるかもしれない。 まあだからここのこのプロットはあくまで参考で人によって全然違うと思いますね。で例えばビジネスでこれが難しくてビジネスのみありえて C も T もないっていうものはあんまりないんですよね。でパッと思いつくものは例えばネズミ講とかマルチマガイ商法とかあれはその売り込んでるものに関して、えー、原理的に成り立たないはずなんですが成り立たないようなモデルを売り込んで儲けてはいるのでまあここかなというところですね。<laughs> まあこれは皆さんによって違うと思うのでお暇な方は自分のバージョンの TBC のベンダイアグラムをやってみると面白いかもしれません。でブルース・スターリングという人これこの人はまあデザイン研究者なのかな,な,な,なんかあのスペキュラティブデザインとかの文脈でちらほら見る方なんですがその人もやっていまして同じことこれを作っていてなんか調べてたら同じものを見つけてガーンってなったんですけどえー <laughs> まあ基本的には同じようなことを言っていて彼バージョンのいろいろがあって私よりたくさん調べているのでぜひ見てみてください。ここに珍道具とかがあって何と思ったんですけどまあ昭和の何からしいですね。で、えっと、この人のこのバージョンが面白い何が面白いかというとこの真ん中のやつをイノベーションとはしてないんですよね。大抵そのデザイン思考のえ文脈ではここの部分をイノベーションと呼んでいて。 ヒューマン・センタード・イノベーションみたいなことを言ってるんですけど、この人はコンベンショナル・オブジェクト、つまり今あるものはここであると。今ちゃんと売れていて、今ちゃんと使えるものっていうのは、例えばハサミとかメガネとか靴とかっていうのは基本的に全部デザイラブルだしビルダブルだしプロフィタブルであると。だから、身の回りにあるものって本当にすごい、当時は凄まじいイノベーションで今も十分すごいイノベーションですよね。という。で、いろいろ新しいものを作るんだけど、 どうもこの真ん中の的の真ん中には当たらずちょっとずれてここになったりここになったりここになったりまあいろいろするわけですよ、ね。ということです。でこの3つの正義があってこれを同時に満たすというのは難しいという話で、えーっとまあ、神様が3人いて全員なんか矛盾したことを言うんだけどその人たちをみんな満足させないといけないみたいな感じなんですね。で 拓郎、えー、の田川さんは、えー、特に新しいものを作ろうとした時にはビジネスをやる人とテクノロジーをやる人と UX とかデザインをやる人が完全に分業している状態があまりいいものではないあではでだとあまりいいものはできないつまりこれが BTC ですね。BTC が全て、えー、分業しているとよくないと。そうではなくてみ,みんな一緒になってちゃんとやらんといかんと、えー。ビジネスにおける正義テクノロジーにおける正義デザインにおける正義っていうのをみんなみんなバラバラに持っていて矛盾したりするわけ。 で,それをでも実際にいつも使っているものっていうのはちゃんと3つがマッチしているとでそういうものしか残らないということですね。なのでこの3つの正義が矛盾するような衝突するような正義をなんとかして設置してみんなああこれなら全部 OK ですビジネスも OK テクノロジーも OK デザインも OK というような状況になると、えー、うまくいくんでしょうということですね。 なので、妥協妥協こそがデザインだと私は思ってるんですけどまあ妥協あんまり妥協せずに <laughs> うまいことバランス取るってことですよね。はい、でこれ同じようなことが、えー、このトリニティ三密体説でも起こっていて、えー、これ有名なホーリートリニティのシールド盾なんですけど、えー、今日は。 B も HCD に必須の要素になっているか、なっていると思いますね。うん。寄付や税金投入されて成立しているものは、それはビジネス的に成り立っているので、寄付金ビジネス。なんだっけ、あの、政府からの投入されたお金で成り立つビジネスのことを。 んビジネスだめだ思い出せんまあありますよねなのでああいうものにひっついて生きていくのはそれはそれでありえて例えばこの私はここであの宗教宗教サービスを挙げていますがあれはテクノロジー的には成り立たないありえない、えー、お約束をしているにもかかわらずビジネス的には極めて成功していて某 某今日が特別な宗教団体は、まあ、年商10兆円とかっていう額なので、まあ、寄付であそこまで成り立つのはすごいですよね。<laughs> あれはビジネスだと思います。成り立ってるし。しかも日、日かでそれはそう。日本では日かでちょっとね、ちょっとどうかと思いますが、まあ、それはあとして、政治的になりすぎなのまあ、あの、えっ、ー、と、それも、 ビジネス的には成り立っていると言えると思います。S。S とは ?S とは <laughs> ?S がわからないが次に行きます。えっと、キリスト教では、えー、某宗教はキリスト教です。<laughs> カトリックです。カトリックは1兆円とか。1兆円 1> あ10 千億あの、後で出てきます。で、えー、カトリックでは、この3つが、全部、神と同じではあるが、この3つの三位一体の三位は、一つ一つは違うと言ってるんですね。JavaScript では、この3つが一緒,な一緒ではない。別々です。これを、イコールですかと言って聞くと、フォースが返ってくる。でも、こことここはイコールが返ってくるんですね。じゃなくて、true が返ってくるんですね。まあ、意味わかんないですけど、デザインも同じように。 アートとデザインは何か似てるしデザインとテックは似てるしデザインとビジネスはとっても仲良しだよでもこの3つは違うよみたいなことを言う,言うわけですよねでこの3つをなんとかこの矛盾する3つをなんとか満足させるというものですで最も単純にあこれは h c g じゃねえなと思ったすごく危機な例であげるとえー セブブンンでコピーを取ろうとしたらここに10円玉が挟まったこれがまさに HCD じゃないデザインでここを埋めといてくれよとそれがヒューマンをセンターに見た時のデザインだという感じだと理解していますで実際はその HCD がそんなもんじゃねえという人たちはたくさんいてあのなんか心構えだとかプロセスだとかなんかいろいろ言い出すわけですけどなんかそういうのなんか理解に理解の助けになるちゃったポジティブってこういうもんですと言った方が 個人的には助かる。であの西先生という私が学部時代の、えー、授業情報の授業でこんな話をしていて未だに覚えていてすごくいい話だなと思ったんですけど、さっきのあの高川さんの話と一緒で物を作るときに制御やセンサーをたくさんつけるとでたくさんつけてあこれはいいデザインだと言って褒めた対で構造屋さんはすごく強いものを作ってあこれはいいデザインだと でエンジン屋さんはエネルギー効率を良くしたりして<っ>エネルギー効率を良くするために軽くしたりそのより、えー、エネルギー効率のいいエンジンを使ったりしていいデザインだとで。それぞれの正義は同時に,同時に成立するわけがないんですね。でもそれをなんとか折り合いつきながらバランスしながら妥協するのがデザインである設計であると言っていました。でさらに えー、こちらは三田先生というこれも学部,授業学部の時代の,その建物の今日今日構造の授業で話してたんですけど、えー、その頃姉派という姉派の偽装耐震偽装問題覚えてますかめちゃくちゃ昔ですけど姉派の問題が、えー、姉派さんの問題が広く取り上げられていて今回の偽装でその設計士は構造材をケちって安くして極端に弱いものを作っちゃったんですね。 でもよく見ると彼の作ったその建物を彼より少ない部材で基準以上の強度を出せるとつまり彼はめちゃ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 あ覚えてる <laughs> あれは衝撃的でしたねめちゃめちゃもったいない使い方をしてたんですねそのこん同じあ量のコンクリートを与えて与えられてすごくもったいない使い方でめちゃめちゃ脆いものを作ってしまっただから、 その偽装以前に彼自身の設計能力が極めて低くてそれを隠すために埋め隠すために、えー、偽装をやってしまったと。でなのでなんか HCD って何ぞやというと私はその勤勉さだと思ってて勤勉にデザインすると HCD なんかいろいろ考えて賢くちゃんとやることで HCD じゃないものってのは そうじゃなない、なんか怠惰なデザインという軸が私は個人的にはしっくりきます。でこのラ,ラナプラザってご存知ですかほとんどの人知らないと思うんですけど2013年に崩壊しちゃったんですね。でバングラデシュにあって1,134人が死んだと。でこれはデザイナーにとってはデザインに携わる設計に携わる人間にとってはワールドトレードセンター以上に重要なのではないかと思っていて。 なぜかというと、ワールドトレードセンターはまあ言ってみれば、えー、なんだろう、悪意によって倒されたものですけど、ランナープラザはそうではなくて、えっと、ちゃんと作られてなかったと。しかも、その中でちゃんと使っていなかった。でそれをちゃんと政府というか、まあ、市なのかなと、と、えー、管理側がちゃんと管理してなくて、これ、そもそも違法建築だったと。えー、許可を取らずに設計されて 許可を取らずに建てられて許可を取らずに作られ、えー、使われていたものが崩壊してたくさんの人が死んだと。まあ怠惰ですよね全てが怠惰によって生まれたけども怠惰、まあ、だけではない。であのラナプラダの中でその何をしていたかというとすさまじい安い賃金で、えー、ファストファッションの服を作ってたんですね。なので我々が着る服を作っていたのでまあなんかデザインの病巣がなんかそのままいろいろ 凝縮,凝縮しているなという感じがしてぜひこのラナプラザを覚えて帰ってくださいでデザイン思考と HCD って何が違うのといういまいち僕もよく分かってないですでデザイン思考っていうのは、えー、ヒューマンセンタードを歌っていて、えー、ヒューマンセンタードなデザインプロセスをデザイン思考と呼びますとディスクールは言っているし、えー、ティム・ブラウンはデザイン思考とは ヒューマンセンタードなデザインアプローチであまあ同じく、同じか。プロセスだったりアプローチだったりする。まあみんな同じこと言ってる。だから、どうも差がわからないけども、デザイン思考ってのは HCD のインスタンス。HCD が思想で、それをちゃんと じゃあそれをどうやって作るのよという部分に関してある一例を提示しているというふうに理解しています。もっと多分いい方法の説明があるんでしょうけど私はまだ思いついてない。すみません。この「悲劇的なデザイン」という本がありまして、えー、ヒューマンセンタードのなんだろううまくいかなかった事例によってヒューマンセンタードを説明するというような本でかなりいいと思うんですけどちょっと極端なんですね。 で個人的にはピンとこない部分もあって、えー、例えばこの、えー、なので、えっと、これはその HCD の中でも最も極端な場合,場合のラディカルなヒューマンセントリズムがここで観察できますという話です最もなんだろうピュアな HCD をここで得られるという感じ例えばクリエイターファーストで作られたプロダクトとカスタマーファーストで作られた強国プロダクトがあったら お客はまず間違いなく校舎を選ぶとかって書いてあるんですけどそんなことな,くないと思うんですが全部全部が全部ではないですよねとかさ,さらになんかすごいパターナリスティックでこうわた私たちデザイナーには世界に新しいものを持ち込む人間としての責任があるある意味でそれは親の子供に対する責任と同じだっつってこの消費者を子供扱いして我,我々デザインをよく知っている人間がちゃんと教えなくちゃいけないみたいなこと言って。 ところが私たちは思いつきで物を作り新しいアイデアやお金トレンドを追ってばかり肝心なのは本当に生み出す価値があ,あるのかを自問することだみたいなことを言ってデザイナーはテクノロジーの門番だテクノロジーがどんな形で人々の生活に影響を与えるかを決める重要な役割をデザイナーにやってもうどれだけ広く開け,離れ開け放たれた通りやすいものにできるかを私たちにかかって言ると言ってもかもう検閲する門番神のだろ神の教えを みたいな感じがしてちょっとちょっとピンとこないところもあるまあこれが本当にピガに私たちが責任を持って作らないといけないんだというものですね同じように最近のこれ、えっと、スムーズというやば,やばいウェブブラウザーを作っている日本の会社があったんですがなんか全ての閲覧情報をまあボンボン外に出してみたいなやつだと思うんですが、えー、のような使用を依頼された時にした ちゃんとととを却下しないといけないいいけエンジニアはだからまあデザインに限った話じゃなくて自分のプロフェッションにおいてなんか反人間的なことをやら,や,やらされそうになったらやめましょうねというまあ当然の話でそれをなんかデザイナーが言うとなぜかデミゴッドとしてのデザイナーみたいになってちょっとちょっとピンとこない。なのでデザイナーというのは基本的にはユーザーの肩を持って最後までユーザーの味方でいる人というのが まあ、デザイナーと非デザイナーを分けるとしたらこうなのかなというので、えーまあ、これもちゃんとデザイナーの方をデザイナーじゃない、えー、とユーザーの方を持っているしこれにしてもまあユーザーの方を持ってそのクライアントの都合ではなくちゃんといやでもこれユーザーが大変ですよねということを言うというのが、まあ、デザイナーヒューマンセンタードなデザイナーの態度なのだと思っています。 HCD は全てのクオリティをいろんなファセットのクオリティのうち全部を扱えるわけではなくて、えー、MustBeQuality と AttractiveQuality というのがありまして、えー、日本語でいうと魅力品質と当たり前品質ですねでこれは c a n o ルという Cano さんが考えたモデルで、えー、この,このまあ3つに分かれるんですけど魅力品質、一元的品質、当たり前品質で当たり前品質っていうのは例えば、えー、と通話の音声の 聞き取りやすさとかであの通話の聞き取りやすさがどんなに上がってもまあ当然だと思われるまあ当然だよ、ね、でもそれの品質が悪いととても気に入られないすごく不満に思われるでそういうものに関しては HCD は向いていると思いますで魅力品質な,んかなくてもいいけどあるとめちゃめちゃ嬉しいみたいなやつは HCD には向いてないと思いますねだよね なんかちょっと不安になってきたけど多分そうですこの一元的品質に関してもまあこれはエンジニアが伸ばしてくれよというまあちょっとした何だろう BTC ではないねないですね今の忘れてくださいまああのすみ分けあるということですでこの当たり前品質に関しては、えー、HD が向いていると思いますねでこのところてんさんところてんさんのスライドから持ってきてますがえっ、ー、とエンジニアで言うと えっと、オ,ープンオープンソースのソフトウェアとかを使うのがこっち側その誰でもここは当然期待されるような品質っていうのはオープンソースでやるでないと車輪の再発明になるでそうでないこっちの魅力的な品質を自分たちの差別化する部分に関しては自分たちでない性化するというのがまあ良いでしょうなので、まあ、この、えー、差別化と 差別化戦略と、えー、効率化戦略で分けるとしたら差別化戦略に関しては、えー、自分たちで内製化して、えー、効率化の部分はまあみんなが作った車輪を使いましょうということですね。えっ、ー、とこれは私が関わギリギリ関わってきた富士通の、えー、とプロジェクトでしてえっ、ー、と こ,れですね、この富士通のいろんなソフトウェアを誰もが使いやすくするというようなものを富士通のデザイン部署がやっていまして、えー、ブートストラップを元にしているんですね。ブートストラップご存知じゃない方もいるかもしれませんが、えっと、CSS のオープンソースな,なんかナイスなデフォルトみたいな感じですね。<laughs> すごい適当ですけど <laughs> まあそれを元にブートストラップを元にちょっと富士通化しているちょっと赤っぽくしたりあーなんだろう、まあ、いろいろ 丸,丸い角角を四角にした方が実っぽいとまあそれくらいの味付けをして出してるわけです。まあ、なのでまさにこの、えー、当たり前品質と魅力品質をうまいこと使い分けてしかもこれは B2B の,のものによく使うようにしていて、まあ、そこまで差別化に使われないようなところに当たり前の分部分をやっていると。まさに人間中心的なその当たり前の部分を伸ばすような。えー 当たり前の部分を伸ばすというか当たり前の部分をマイナスをゼロにするみたいな活動に向いているというちょっと時間がまあなくなってきたまあいいか、えーっまあ、えっとなので手法とかプロセスっていうのはボトムサイドを上げる品質のこれはさすがに守んなきゃみたいなところに関してはよくできるけれどもなんか よく分からんけどこの部分すごくいいんだよなみたいな部分に関してはちょっと苦手で、えー、片川さんも言ってますが、まあ、個性とか俗人的なものが、えー、重要にななってくると。なので、まあ、手法やプロセスで当たり前品質を個性とか俗人的なもので魅力品質をという両輪でやっていくのがよかろうということですね。 どううしようかなちょっと順番見せた気がするなこれは飛ばしましょうこれを飛ばしましょうでなんか HCD 最近のこの2019年の川崎さんの本ン で、えーと、スペキュレーションズっていうのがあってスペキュレティ、スペキュラティブデザインの話などをしていて、人間中心主義のデザインを超えてという副題がついていて、最初の方に、ごく初期の11ページに、エルゴノミクスは USD、これ UCD の間違いだと思うんですけど、USD と連動しつつ、その方法論を進化させていきましたが、かつて60年代に直面した科学界への挫折、これはデザインを科学化しようというものですね。それは挫折した。 のとと類似すするるよよううなな状況へと落ちるようになります人間概念の不変化言い換えれば人間中心主義のデザインはデザインの科学化の挫折そして意地悪の問題の登場とともに急速に影響力を失っていったみたいな文脈を作ろうとしている人々がいるがそんなことは全然起きていなくて HD 自体はさっき言ったようにその、えー、マイナスのこれやばいよねというような品質をゼロに持っていく部分に関してはそこら中にひどい品質のものありますよね。だだからまだ全然 あの人間中心主義の人間中心設計の出番は全然あると思っていて同じようなことはこっちのデ,デネットの本でも書いててえっ、ー、とグールドってご存知ですかねグールドとドーキンスが進化 <laughs> 存じている人は少ないわなえっとまあいてグーグルドさんっていうのがいてでその人がそのえっと現代的なダーウィニズムに こんんなものは死んでしまったみたいなことを言ってもっと革命的なものにかか変わったんだみたいなことを言ってるんですけどまあそんなことは全然起きてなくてネ、ね、オダービニズムはそれはそれでどんどん進歩しているわけです。まあ、こういうことを言う人はどこにも若干名いて何か何かが死んだって言うと俺こそが最先端って言いやすいんですよね。なのでデザイン思考も同じようなことが起きてデザイン思考は死んだこれからは うん思考だとかっていう人々が出てくる。でさらにえっ、ー、と、まあ、確かにそのデザイン HCD そのものにはかなり限界があって一つには前からお話ししているえっ、ー、とアウトサイドインでは限界があるという話につ,たつながるんですが、えー、Apple の iPhone はアウトサイドインでは出てこなくてインサイドアウトでしょうと。 で同じように昔のソニーも市場調査なんてものはあんまり重視してなくて、えーまあ、消費者に聞いても調査をしても欲しいものが出てくるわけではないというふうに考えてきたと。それが管理アがバッコし始めて逆になって市場調査しないとねみたいになってこうなっちゃったという凋落を話していますね。で実際ユーザーリサイものがポシャった例でボーイングの747 割とジャンボジェットとして有名な飛行機ですけどそれのなんかさすがにちょっと古くなってきたからなんとかしようみたいな、えー、プロジェクトがありましてで調査するとほとんどこの747をでかくしてくれやみたいなことをお願いされるとでそれでやるんですけど全然売れなくてあのとても半端な、えー、設計思想で全然ダメでしたというものですねでこういうその 市場調査そのものが悪いのではなくて、やっぱりその、えー、アンダー、なんだ、ヒットレート、適収率が低いというのが問題だと思うんですね。で、適収率が低いと、ああ、こんな方法はダメだとなるんではなくて、やっぱり適収率を上げたいと。で一つの方法とし,方法として、このミラーさんが、えー、消費資本主義の本で、えー、提案しているのは、この方法で、えー、中核6項目。 だいぶ以前に最初に最初の方ですよねやってもらったビッグファイブに関連するんですがその、えー、パーソナリティ心理学をマーケティングに取り入れようとそうするといろいろ今やっている点でバラバラなマーケティングの方法が統一されて、えー、科学的な方法で人間というものを人間の消費行動というものを見つめることができてより根拠を持ってトライアルエラーが 重ねられるでししょうみたいな話をして、えー、と集,電集団のステレオタイプ化つまりセグメント化が、えー、今の方法では難しくなってそうではなくてこう、えー、クラスターをなんとか切り分けてちょっとずつそのなんだろう短期な人とかわかんないですけどあすごい適当に言いますよ短期な人とかえー 堅実な人とかそういう人々で分けて、えー、今の説明は良くないですね忘れてください見当、まあ、違いな製品デザインや検討違いなマーケット戦略に比べて長期的にはずっと安上がりな方法があるというような話をちょっと紹介したかっただけですすいませんだいぶ時間がなくなってきたで、えっと、HCD じゃないとどうなるのという話で、えー、適当にデザインすると普通に人が死んでしまうというものです これは、えー、と2016年ですね。これ覚えている方もいらっしゃるかもしれません。これデザインの授業では必ず取り上げた方がいいと思うんですけど学生が日本工業大学の学生が、えー、卒業政策で作ったジャングルジムが燃えてしまって子供が亡くなったというものですね。でこれはデザイン教育が悪かったのかこの主催者が悪かったのかまあこれは主催者と大学がどっちともやっていますがまあちゃんとやらんと本当に。 お,お,遊びお遊びっちゃお遊びなこんなものでも人が死んでしまうという大変大きな問題でさらには時にはデザインはこうどっちを殺すか選ばないといけないそういうプログラムを組まないといけないという究極の問題が出てきて、えー、これご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが MIT のマサチューセッツ工科大のメディアラボがやっていたモラルマシーンという、えー、まあゲームみたいなんですね ゲームみたいなやつでデータを取りまくってるんですがえっ、ー、とトロッコ問題倫理倫理の授業でよく出す出てくる授業トロッコ問題をやりましょうとみんなどっちがいいですかというのをこう比べさせてを技術倫理の授業で受けましたこのまさにモラルマシン使いましたあそうなんだ いいですね <laughs> あのぜひやったことない人はやってみてください本当に考えさせられるので、えっと、どういうものかというとこれで言うと,、えーっとまあ、自動運転なんですね自動運転の車がどういうふうに振る舞うかに関して皆さんはどう思いますかということを聞かれます。で、えー、こちらでは、えーえー、っと自動運転の車が故障しましたとでブレーキが効かなくなってどうしようもないとで誰かが死なないといけないどっちかのシナリオを選びなさいと。 この場合は、えー、女性が1人女性が1人、えー、女の子が1人男の子が1人、えー、死んでしまいますそうでなくてま、えー、っすぐ進むと歩行者が3人老人,老人女性老人男性女性の3人が死んでしまうどっちがいいって言って聞かれるんですねでこれをどん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 、えー、答えていくとこうデータが取れると でそうするとそのまあこれが一番人間中心な答えなのかというとまあそうだと思うんですよね。人間中心っていろいろな人間中心があってそれの中点を探さないとどうしようもないので、えー、最大幸福を追求するとこうなるというもので例えばえっ、ー、と例えば太っている人と痩せている人どっちが重要ですかというとちょっと痩せている人の方がみんな重要だというんですね。 全体としてみるとでペットと人だとどっちがいいっていうとまあさすがに人のほ、えー、あが、のー、命の重さがでかいというようなことが皆さん言うと。でそれを見ていくとここに、えー、犯罪者の命というのが出てきますが犯罪者の命は犬より軽いが猫より重いという、まあ、微妙な位置にあると <laughs> まあそういういちょっと。 闇,闇を抱えた人間の心がなんとなく見えるこれあのネイチャーの論文にな,なっていまして興味があったら読んでみてくださいすごく時間がかかってますね困ったなそろそろあれねそろそろあと数分で終わらせますでまあこれはこれの辺の結果をよく見ると国によってだいぶ違って 日本,日本人はものすごく、えー、歩行者横断歩行をしている人々を助けるような傾向が強かったりえっ、ー、とアジアの国は基本的に我々もそうだし日本中国韓国あたりは全員全部ちょっと老人の命を重視するとかまあそういういろいろな傾向があります、まあだからなんか HCD の倫理のこういうなんだろう どこが中点っていうのもローカライズすべきで多分ある程度はそのその土地のその文化で受け入れられるような、えー、倫理を狙っていくのが HCD なのかなと思いますね、まあ、だから HCD と倫理って近すぎてじゃん,なんかよく分かんなくなってくるんですねで自分でやってみると自分がどういう傾向があるかというのが出てきます 私の場合はなぜか高齢のおばあさんが、えー、最,も最も重要だというような判断をしたことになってますがそんなことはないんですが、まあ、聞き方によってこうなってしまった。なのでまとめるとこのパットン将軍のこの有名なスピーチっていうのがあるんですけどそこに「私は1音素の汗が1ガロンの血液を救うと信じているのだ」と言ってるんですが、まあ、こうやっていろいろちゃんと調べてちゃんとちゃんと作る勤勉さが 不幸をなくす当たり前品質を上げるというものだといいう,うに理解していますただやっぱりそのさっきも言ったように発明には向いいてないんですよね HCD は発明には向いてなくて例えばこれすごい面白いなと思ったんですけどなんかいろいろガイドラインがあってロボットロボットのいろんなこういうものを作る場合やこういうふうに作ってねというガイドラインがある。で それを守って開発するととっても小さくてめちゃくちゃゆっくりなものしか作れないとリスクアセスメント不要にしようとしすぎて安全要求がお化け弓になっているとだから最初,に最初からなんだろう未発達なようなものに関してよりそれをなんだろうこのこれもそうですよね未発達な自動運転に関してギチギチにヒューマンセンタードに作っていくと探索がはかどらんので 人は傷つけないかもしれないけど、こじんまりとしたものから始まってしまうなというところですねで。これもう一つの例で、デジタルカメラって最初これだったんですね。デジカメはコダックじゃない。いつもない,いのか。コダックが最初に作ったプロトタイプがこれで、まあ HD とはとても言えない、痛いし、硬いし、でかいし、重いし、いいことないですよね。でもまあ最初はこれでいいわけですよね。ここからなんとか、 HTD にしてていって今のの携帯のカメラがあるわけですよね。だから最初はいいんじゃねえのという話です。でもうちゃんとみんなに広まったものに関してこれじゃさすがにいかんよねというものを使いやすく分かりやすく壊れにくくするのが1だということ